髪の量が多い方、このスタイリングは絶対覚えとくべきです。皆さんこんにちは、渡辺です。今回は髪の毛の量が多い方向けのスタイリング方法をご紹介します。ね、コメントでもよくいただくんですけれども、やっぱヘアアレンジができないだったりとか、スタイリングがうまくいかないっていう方が、やっぱ髪の毛の量が多い方が結構多くて。で、今回は、スタイリング方法で髪の毛の量をね、通常だったりとか、ちょっとね、薄く見せることができる方法をご紹介します。でね、まあ普段ね、スタイリングワンパターンだったりとか、髪の毛がね、こう、ぼわっと膨張しちゃう方、この方法を覚えておくと、結構ね、印象も変わったりとかね、スタイリングもちょっと楽しくなってもらえるかなと思いますので、ぜひね、多くて困っている方、この方法をね、一度試してみてください。それでは早速動画をどうぞ。まず髪の毛の量が多い方って、一番毛量が多いところってどこかというと、この耳後ろのこの襟足の部分、この辺が結構溜まってることが多いです。なので、この部分の毛量を抑えるような今日はテクニックをやっていきます。じゃあまず、まあ大体でいいので、この耳後ろぐらいからちょっと斜め上に向かって髪の毛を取り分けます。もう結構これざっくりで大丈夫ですんで、こんな感じ で結構ここ触ってもらったら多分だいぶ多い方が多いので、で残りのこの上の部分をダッカールだったりとか、なんかクリップみたいなものでしっかりと留めておきます。で、この下の部分の髪の毛をまとめてゴムで結んでいきます。こんな感じで、でこの状態だとちょっとね、根元が浮いてる状態になるので、ここから真ん中に空洞を開けてくるりんぱをやっていきます。で、髪の毛の量が多い方、くるりんぱできない方結構いらっしゃるんですけど、この襟足だけだったら結構ね、髪の毛の量も少なくなってるので、まだやりやすいです。で、このままギュッとすると、この根元に髪の毛が沿います。こんな感じで、でこうなったら上の髪の毛を下ろすだけです。ちょっと溶かしながらね。これでもうスタイリングの土台が完成です。あとは通常のスタイリング、まあ、例えばストレートアイロンを入れる方だったら、このままストレートアイロンを入れてあげて、で、このくるりんぱした毛先の部分、これ出てくるんですけど、ここの部分もね、アイロンを通して通常のようにスタイリングをしてください。巻いてもいいですし、まあ、こうやってストレートアイロンで伸ばして形を整えても大丈夫です。で、全体的にスタイリングでね、アイロンを入れるとかなり髪の毛の毛量が減ったように見えます。で、中を開けると、こんな感じでね、ここがだいぶピシッとして収まって、ボリュームが出ないです。で、上から、まあアイロンだったりとかね、コテで巻いてあげると、ここのボリュームがなくなるので、横から見たボリュームだったりとか、バランスが綺麗になります。はい、ということでこんな感じでご紹介させていただきました。なんかこの辺が薄くなってるのが分かりますかね、ちょっと透けて。ここにくるりんぱをして、ここの ボリューム毛量を抑えてるっていうような状態です。もうこれだけでもスタイリング、まあ、例えば毎日のアイロンもめちゃくちゃ早くなりますし、あとスタイリングもクッと決まりやすいです。で、雨の日だったりとか、こう湿気の時期だったりとかも膨張する方、このね、中にこうくるりんぱ入れることによって髪の毛の膨張もちょっと抑えれたりもするので、かなりおすすめかなと思います。
なので髪の毛の量が多い方、癖で広がりやすい方に関してはこの方法ぜひやってみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。